子どもに関わる仕事に就く人に対して性犯罪歴の有無を確認する制度、日本版 DBS を創設する法律が成立しました。本案は全会一致をもって可決されました。日本版 DBS 法では保育所や教育現場で犯罪歴の確認を義務付け、銀行刑以上の場合は。 をを終えた後、20年を紹介期間とします。また、刑法犯罪にとどまらず痴漢や盗撮など自治体の条例違反も対象とするほか過去に性犯罪歴がなくても性加害の恐れがある人に対しては配置えなどを義務付けます。